ついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。どうせいつかは嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを求め、愛されたいとそう望むなら、そうなる前に僕の方から愛してみてよと。君があまりにも綺麗に泣くから、僕は思わず横で笑ったよ。すると君もつられて笑うから、明日を呪う人間不審者は、明日を夢見る人間信者に、もう昨日を探してた僕はいない、いない。君は人間洗浄機、どの概念でのご家庭にも一つは用意していただきたい。これは買わない手はない、嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会います。ただ中毒性がございます。用法用量を守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこそ君のクローンが成功した時でも、だって君は世界初の肉眼で確認できる愛、地上で唯一出る神様。誰も端っこで泣かないようにと、君は地球を丸くしたんだろう。だから君に会えないと僕は住み子探して泣く泣く。誰も命無駄にしないようにと、君は命に終わり作ったよ。だから君がいないその時は僕は息を止め待つ。するとね君はいつでもここに来てくれたのに、もうここにいない、いない。明日を夢見た人間信者は、明日の死を待つ自殺志願者に、3分前の僕がまた顔を出す。息を止めると心があったよ、そこを開くと君がいたんだよ。さしんぼうに君がいるなら問題はない、ない、ないよね。自殺志願者を君は永久幸福論者に変えてくれた、そんな君はもういない、いない、いない、いないけど、この心臓に君がいるんだよ。全身に向け脈を打つんだよ。今日も生きて、今日も生きて、そして今のままでいてと、白血球赤血球その他諸々の愛を僕に